はい。皆さん、こんにちは。CG アーティストの糸数です。えー、今日からね、あの、時々、その、モデルチェックの様子ですね。あの、添削の様子をね、えー、YouTube にアップしたいと思います。はい、えー、アニーさん、モデルチェックしますね。えー、っとね、ワイヤーフレームは、えー、ちゃんとできてると思いますね。ちゃんと流れ、エッジの流れが。えー、その、目、鼻、口の、その、 位置ね、バランスはこれでいいと思います。えーえーまあ、パッと見た時に今ね、その目のこのちょうどね、えー、そうですね、このまぶたの線がちょっときついですね、ここはね。えー、ちょうどね、上と下、ここははっきりあの線を出してもいいんですけどね、この内側の部分ですね、この目頭の部分、ここはね、こうはっきりあの影をつけない方がいいですね。こうちょっと滑らかにするといいですね。 で、あとその鼻の形なんですけどね、今下から見たときにね、えー、こうちょっと横に広がってますけどね、もう少し尖った形にしてみますか。で、あとその鼻の位置がね、今これが鼻の位置がちょっと前に出てますね、もうちょっと後ろに下げるとですね、で、ここの幅が大きいですね。ここの幅が大きいとね、あの,鼻の下にこう影ができてしまうんですね。 えちょうど今、真ん中の部分と小鼻の部分の、ここに影ができてますね。ここにこう影がつ,つながらないように注意します。で、影はね、こういう風になります。ちょうどね、小鼻のこう影がこう、こういう風な影ができます。いいですか。ここにこうつながらないようにしますね、影がね。で、あとはその唇なんですけどね。 えっと、その角にね、もうちょっとこう厚みをつけてもいいですね。ふっくらとね、特に下唇はね、こう盛り上がりますのでね。こういうふうに盛り上がる。ここはね、横が盛り上がるんですね。で上唇は1、2、3とこう3つにボリュームが分かれて、下唇はもうちょっとこうボリュームをつけるとですね。であとまあ子供の場合だと、 もうちょっとね、ピンと唇、もう少し、もう少し上に跳ねてもいいかなって感じしますね。もうちょっと厚みをつけて、こう、上にこう、跳ねるような感じでね。もうちょっと、下も下に。ちょっと尖ったような感じで。えで、あとその頬の丸みなんですけどね。これもよくあるパターンなんですけどね。この、ふっくらした大きい頬を作りたいときにね、こう、カーブを作りますけどね。この、一つのこう、シングルなカーブではなくてね。 単純なカーブではなくて、あのこう、顎を作るとですね、あの、赤ちゃんとか見てみるとわかりますけどね、頬が大きいんですけどね、ちゃんとしっかり顎の形はあるんですね。ここから頬がこう来て、で、ここでね、こう小さいこう顎がこうありますね。こういう感じで、ちゃんと顎があるんですね。あと、その、斜めから見たときもそうですね、これ今、単純なカーブですけどね、あの、ここもね、ちゃんとこうこ,こからこう、 まず滑らかなカーブが来て、こうちょっと内側に入ってこうなりますね。この形ですね。ちょっとビフォーアフターやってみますね。えー、で、コピーしてちょっとね、ビフォーアフターちょっと作ってみますね。でまずその、ここですね。えー、ここはっきりあんまりこう作り込まないことですね。今こう見ても分かりますね。こうな 内側にくぼんでますね。これ前に出します。こすね、広げて、こは滑らかにします。で、あと、こ、ここの距離ですね。ここはちょっと短めになります。ここは長いですね。上と下は。で、まあ、ここはちょっと距離が短くなります。で、こういう感じで。で、ここまで今ちょっとかなりくぼんでますね。これもうちょっと前に出して。で、ここね。 もうちょっともうちょっと前に出して。まあ、この辺ですね。この辺はあんまりこう、特にこ,この辺ですかね、僕はくっきり影をつけすぎないことですね。 で、あ、それからね、この目の、これまぶたなんですけどね、これがね。えー、で、ここはね、あの、角度がね、こう、つかないです。これはね、あの割と、その、X 方向にこ、こう、平行ですね、これが、X 方向に、まっすぐ。こういう感じですね。えー、で、ここは、ちゃんと、あの、カーブがつきます。その、眼球に沿ってね、これが、ちょっとこ,このカーブね、こう、つきますね。で、ここは、割とその、 フラットですね、X 方向にこの平行というかね。こうなります。で、これもフラットですね、はい。こうなります。あと、その、まあ、角をもうちょっとつけてみますか。これは、ローポリなんですけどね。まあ、これをもう少しこの上に上げてみますね。ちょっと上に上げて、これを下に下げて、近づけると角が立ちますね。これで、簡単に角を作っていますね。あと、ここの、 まぶたの、えー、眉毛のボリュームですね。で、ここ,です、ね、でこ,こはスーッと、ま、ぶたから、えー、ここがちょっと眉毛のボリュームですね。で、鼻の形ですけどね。今ね、鼻がかなりこう尖ってますね。えーま こういう、子供の場合はね、もうちょっと滑らか、低い花で、あんまり尖ってない方がいいと思うんですけどね。これもうちょっと下げてみて、ちょっと上げて、こういう感じでね、ちょっとこの、あんまり尖ってない方がいいと思いますね。花の形ですね。もう少し尖った花にしますから。今、かなり横に広がってますけどね。ちょっと先端を上に上げてみて。 あと、その、鼻の位置ね。これが、鼻の位置がちょっと前に出すぎなので、ちょっと後ろに下げますね。こういう感じで。で、さっき話した、ここですね。ここの幅があんまり大きくないことですね。さっきはね、これが、こういうふうに出てたんですね。こういうふうにこう出てると、ここに影ができてしまうんですね。 え、これを防ぐためには、これを中にこう入れて、ここからね、こう、ここがまっすぐですね。まっすぐで。こうすると、こう3番を押したときに、影がなくなりますね。さっきこの、ここに影が繋がってましたね。で、今、ここの面をね、要するにさっきはこれが前に出てたんですね。これが前に出てしまうと、影ができてしまうので、この中に入れると、まフラットになりますね。そうすると、え、こういう 影が防げますね、でえー、唇で、まあ、下唇ね、この角の方がもうちょっとボリュームがつきますね、ここですね。もうちょっと上に上げて、あの下唇というのはこう、2つに分かれてますね。真ん中がちょっとくぼんでて、えー、両端で、ね。で、ま上唇もここね、もうちょっと下げてこうです、ね、こういう感じでうう。上唇はこう3つに分かりますね。1、2、3と。 真ん中のボリュームと横のボリュームとね。こういう感じで。でまあとその唇のもうちょっとこう上にはねてもいいかなと。ですね、もうちょっとこう。これね、もうちょっとピンとこう。下唇もね、これをもうちょっとグッと中に入れて、こうちょっとこう下に下げて、ここをこう下げて、あ、これを中に入れて。 これ、下から見たときね、あのー、まあ、下唇は割とこう、滑らかですね。こう滑らかなカーブですね。あ、これですね,こね。滑らかなカーブで、上唇は割とこう、尖ってますね。えー、まあもうちょっと丸みをつけてもいいかなという感じですかね。もう少しこの辺をね。えっ、ー、と、少しこう、出してみて。感じだね。 まあ、この上唇と下唇を比較した場合ね。こう上唇は、下唇は尖ってますね。こういう感じで。はい。で、あとその頬ですね。えーまあ、ちょうどこの辺をね、ちょっとこう、例えばこう中に入れてみて、こういうふうに顎を作るとですね、3本を作りますね。んとこの大きい頬の中にもちゃんとこう顎形を作るとですね、こう斜めから見るとこうなりますね。 こういう感じですね。はい。で、これで、これですね。で、まあ、before, after ちょっとやってみますね。before, after ご覧います。before, after まずこの目のまぶた、まぶたの影ですね。線ですね。ここをね、あの、あんまりはっきり出さないところですね。ここは薄く、これね、滑らかにね。 あとちょっとね、角も、えー、尖った形にしてみました。これ、before ですね。これ、髪の毛邪魔ですね。ちょっとね。before ですね。ここもはっきり出すぎですね。これも。感じで。before, after。あと、鼻ですね。鼻の形が。before、えー。これ、ちょっとここはね、鼻筋がこう、尖ってるんですけどね。まあ 子供の場合はね、もうちょっと滑らかでもいいと思います。低い鼻こういう感じでね。であとは、えー、その鼻の形ですね。えー、before, after。まず、これ、小鼻も大きいので、ちょっと下げて。あ、ここですね。えー、before, after。その鼻の穴の位置ですね。ちょっと前に出すぎだったら、鼻の位置を下げてみて、ね。 ここから見るとううい感じですね、えー、before, after, before, after. で、唇もね、かなり前に出してみました。これね。まあ、これはあの、まあ、小さい唇でも噛まないんですけどね。まあ、大きく作る必要はないんですけどね。あとはその、まあ、横の厚みですね。唇のね。before, after。この厚みをつけるですね。ねで、あとその顎の形ですね。 赤ちゃんとかね、大きい方法でもちゃんとこう、顎がしっかり形がありますのでね。こういうふうにあの、単純なカーブを作らないことですね。ちゃんとこう、顎の形を作ると。斜めから見てもしっかりこうね、顎の形が出ます。ちょっと斜め上から見たときもね。これをしっかり作るってことですね。before, after. はい。こういう感じでやってみてください。 はい。えー、まあ、こういう感じでね、時々、えー、アップロードしていきますのでね。それから、その、講座に興味のある人はね、下の概要欄から申し込んでください。